はい、どうもお風呂なんですよ。おお。そしてはい、こんにちは、アキトです。はい、アキトです。ということで、柔道家のアキト君、はい、あれ、ランボさっきも言ったって、これだけですからこれだけですから、これだったらランボ最後の聖戦の映画で出てきたでしょこれだけですよということで、今日ここ、はい、ちょっとね、白いスペースで、はい、スタジオなんだけど、これ、層みたいじゃない？もう真っ白ですからね、うん、もうあの映画ですよね、それ真っ白ですよね全然関係ないの全然関係ないくだりですこれ、はい、今日はここのスタジオでちょっとスパーリング対決をやるわけなんですけど、す、ね、まあ、タイトルでもね、出てる通り、今日は K-1 の王者アンポルキア君とちょっと今お呼びしてるんで、じゃあお願いします。お願いします。うわ、高っ。 K-1 王者アンポルキアです。よろしくお願いします。お願いします。いや、すごいでかいっすね。でかいっすね。だって俺の乳首がルキア君の腰あたりだもん。そうですね、そっきり。何この不平等な世界いやいやいや、はい、っていうので、はい、最近ちょっと動画見させてもらったんですけど、はい、ハイキックが鬼だった。ハイキック、あ、そうですね、めっちゃ強いですね、ハイキック。いや、でもパンチもすごい力あって、もう、もう K-1 の王者なんですもんね。そうですね、スーパーライト級っていう階級の王者です。まあ、そんな王者に、K-1 の王者に、うん、僕たち筋トレーニングがどこまでバーリングでいけるのかっていう企画でございます。散々やってるじゃん、今まで。いや、やりましたね。ある程度ね、はい、もう殴られ慣れてるから、ね、結構いいとこいけるかなっていう、うん、はい、そして最後に今日は2対1で、はい、2対1 、はい、2対1なんなら、アキト君柔道家だから寝技使えるから、はい、やばいやばい、寝技の上に俺が頭まで残ると、はい、やばい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 いや、でもそれぐらいでは勝てないから。確かにマジで強かったちょっと二段蹴り、ちょっと、あ、生で見たいんですか。ちょっと二段蹴りですか。二段蹴り、うん、あ、じゃあちょっとなんかミットかなんか持ってもらった。あ、ミット、あ、いいですね。じゃあもういきなり、いきなりで、ちょっとどれぐらいすごいのか。あ、手はこっちです。で、次もこれも、うん、いや、これ怖いな。高めで、え、二段蹴りってこんな位置が違うんですか。はい、すげえ。あ、僕もこれ得意技ですね。いや、これ動画で見てください、すごいんで、マジで。いきます。うおやばい、すげえ。これはこれ試合中出されたら防げなくないですか。いやいや、でもね、僕これで昔よく倒したんですけど、はい、最近はみんなもう警戒しまくって、はい、ああもう、あ、そうか、もう慣れちゃって。そう、慣れちゃって。いや、でもこれ二段蹴りって食らうとやばいっすね。だって最初こっち反応しちゃうから、はい、こっち死角ないですもん今。そうなんです。やっぱ見えてない攻撃が一番効くんですよ。あ、はい、やば。ちょっとハイキックもいいですか。一回、一回じゃあ本気で蹴るんで、はい、本気でじゃあ2枚持ってください。本気で蹴るんで。怖っ、怖っ。おお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 おいや、ハイキックってこんなに、やっぱパンチの威力あるじゃん。まあ、そうですね、蹴りは純粋に3倍って言われてるんで。うわぁ、蹴りの威力が、あ、左の方こっちだった、はい、これ、これこの足の長さ、いきますね。ありがとうございます。うわぁやばいっしょよし、ということで、じゃあもうちょっとルキア君のチャンネルの方で、あ、ちょっとパンチとかなっちゃったんで、ね、そうですね、いきなりちょっとスパー対決ということで、はい、うん、じゃあまずアキト君お願いしますもう手加減なしでそういうこと言わないでください。え、じゃあ僕本気でいいですか。本気でもちろんいいですか。もちろん、わかりました。よし、じゃあ、じゃあまずアキト君からよし、じゃあお願いします。アキト君目がいいな。お、うまい。うまいって何がうまいか。おおおお、すごいな、アキト君今日。いける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 。あ、お前が当たれてた。もう嫌いだ。しっかり見て、前を見て。膝三番パンチ。膝三番パンチ。これダメ、ダメな時。こういうの言っちゃダメな時あるよね。おい。いいよ、ラスト50秒。
あやばい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 聞いた聞いたうわやばいやばい大丈夫今まで思い出そう今までよ今まで辛かった日々を思い出していけなんかもう髪がやちくみたいな髪がやちくみたいなあ、いける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 うわ、聞いてない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 なんだあぁぁぁなんだあぁカウンターのボディうわ、今の聞いたあぁぁいや、やばいあぁぁやばいめっちゃ早いっすよ普通の選手ですよよし、これはの一般ピーポンの YouTuber 俺がやっていきますありがとうございますよしよし、行こうしゃこれだから期待してますよ行きますかよし、俺も今日のために走り込みしてきたんで、はい、おぉ、違いますね一番いい試合を見せたいと思います運動的だな行きますねはいよしお願いします。あ、ここだいいね。パンチの威力わかりますね。はい。やっぱ王者やばい。一発腹食らうとこっち開いちゃいますね。あ、そうですね。しかもだって蹴りが本番ですもんね、メインですもんね。まあどっちかというと。で、あれに蹴りが二段蹴りが来ると思うと、だから俺気づいたら天井見上げてるやん。ということで、柔道家タックル得意のアキト君とミラクルパンチプロタンルキア君。お願いします。お願いします。よし、お願いします。よし、よし、タックルで、タックルで、プロさん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 、いじめやばい。プロさん、終わった。チャンピオン倒しましたね。チャンピオン上から殴ってきて、あんな笑ってる初めて見ました。ということで、ぜひちょっとあのルキア君の方でちょっとコラボしてるんで、はい、ぜひ見てください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい。